海自の最新鋭潜水艦は、世界トップクラスの高性能を誇り、アメリカの原潜でも勝てないと思わせるほどだそうです。事実、日本、アメリカの対潜水艦索敵合同演習においても敵なしの状態だそうですよ。そんな高スペック潜水艦を見逃す、アメリカではありません。購入したいという動きがあるのだとか。世界一の軍事大国アメリカでさえ欲しがるほどの潜水艦へ成長させた日本のテクノロジーとは一体どんなものなのでしょう。海自の、そう、夕方潜水艦11番艦オウリュウにリチウムイオン電池が搭載されたことはご存知でしょうか。今回はその経緯についても見ていきたいと思います。そう、夕方潜水艦は、10番艦までは、スターリングエンジンを搭載していましたが、11番艦からは、リチウムイオン電池を載せました。同時に、馬力も8000から、低下しました。その意味するところについても、この際考察していきたいと思っています。長年使用されてきたスターリングエンジンも確かに有能でした。しかし、低出力が課題になり、リチウムイオンバッテリーに変更されたことで、高出力のバッテリーを搭載できるようになったのです。このリチウムイオンバッテリーの進化は驚くほどです。最近の潜水艦には、エンジンではなく、蓄電池を使用することが多くなったようです。試験ですが、エネルギー資源が地球からどんどん失われつつあることも関係しているのかもしれないと感じます。ここ最近すぐす、サステイン・エイブル・デベロップメートル ENT ・ゴールス、持続可能な開発目標が大々的に謳われるようになりましたが、潜水艦もこの影響を受けているのかもと思うと不思議ですね。前述の通り、海自の、そう、夕方潜水艦は通常動力型潜水艦としては世界トップクラス性能と言われています。この、そう、夕方を一層発展させた潜水艦が大芸型潜水艦です。その一番艦で、ネームシップである大芸が、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所で無事に進水したのです。サイズ的に、大芸浜へ級の、そう、夕方より、喫水線が2メートルほど深く、排水量は50トンほど上回るので、海地が所有する潜水艦としては、最も大きいものになります。艦の名前大芸浜漢字で書くと、大クジラです。日本人の食生活と深く関わってきた世界最大の哺乳類クジラにちなんだものですね。海上自衛隊の潜水艦の名前にはルールがあって、訓令に、生打ち、水生動物、水中動物の名前から付与されるというものです。そう、龍型は縁起の良い水生動物龍にちなんだ艦名で、漢字で書くと青い龍です。アニメ、エヴァンゲリオンに、同名のキャラがいましたよね。ちなみに、エヴァンゲリオンのキャラは、カツラギ、赤木など旧日本海軍の艦艇の名前が多いようです。大芸には、同名の艦艇がありました。旧日本海軍所有の潜水母艦の名前だったのです。攻撃用とはいえ、当時の潜水母艦は、洋上で、潜水艦への補給や乗組員の休養などの役目を担っていた船です。福利厚生分野の担当だったようですね。めったにはなかったようですが、時には、潜水艦隊の機関という役目を仰せつかることもあったとか。この潜水母艦大クジラは、太平洋戦争が始まった時には、航空母艦龍鳳に改装され、本来の役目に就いたようです。しかし、戦況が思わしくなく、
開戦1年後の1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦において、日本は主力空母4隻を失うことになりました。歴史を見ればお分かりのように、この敗北によって、日本は苦境に追い込まれ、崩壊の道を進むことになります。劉邦ですが、ミッドウェー海戦後、改めて、正規空母としての扱いを受け、マリアナ沖海戦などにも参戦。その後、広島の護軍港で、防空砲台として、使用され船としての役目を果たさないまま、1945年、昭和20年の敗戦を迎えたのです。その1年後の1946年解体された劉邦は、艦艇としての役目を終えました。現在の潜水艦太平には、前級の雄、劉や東流にも載せられていた、リチウムイオン蓄電池が搭載されています。それだけではありません。ディーゼルエンジンによる充電能力向上を目指して新たに開発されたスノーケル発電システムも搭載されていますから、双流型2艦より、さらにリチウムイオン蓄電池の性能を引き出せる仕様になっているそうです。後発効果というのでしょうか。先輩のデメリットを解消したわけですから、後の方が性能アップするというわけですね。そう、流型の2艦には、従来使用していたスターリングエンジンを搭載しませんでした。と言っても、最初はスターリングエンジンをそのまま搭載して併用する予定だったようです。つまり、鉛蓄電池だけをリチウムイオン電池に交換すると検討していたと思われます。しかし、様々な見積もりの結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池の全部をリチウムイオン蓄電池に変えた方が、結果として得になるという結論に至ったとか。初期投資は高いけれど、大出力が得られれば、費用対効果が良いということでしょうね。経費については、10番艦までの建設費は、およそ517億円が一隻ということでしたが、高額なリチウム蓄電池を乗せたため、100億円以上高い643億円ほどに跳ね上がってしまったのです。そして、経費が増えたのに馬力は減ったのです。疑問が湧きますよね。スターリングエンジンの、そう、流型スクリュー軸馬力は8000で、鳳竜や東流は、公表値5600馬力なので、性能が低下したのではと感じてしまいます。確かに、瞬発的な最大速度は落ちるのです。しかし、リチウムイオン蓄電池には、効率放電を長時間持続できるという利点を持っているのです。ですから、中速から高速で長時間の潜航が可能になります。ということは、海中に潜んで存在を隠すという潜水艦としての性能が、はるかに向上したということになります。リチウムイオン蓄電池のメリットは他にもあります。鉛蓄電池の2倍のエネルギー密度を持ち、密流放電の繰り返し、可能回数が 1.5 倍以上、満タンに充電されるまでの時間が短い、放電しても電気容量の低下があまりない、鉛蓄電池では危惧されている。事故時の水素ガス発生の恐れもないということです。太平のフォルムは部分単柄構造で葉巻型ですが、船体構造にも新しい発想を取り入れているそうです。例えば、浮き課題です。外国でも採用が進んでいる浮き甲板と呼ばれるもので、艦内の機械音や乗組員の歩行時の振動や衝撃を緩和する働きがあるそうです。音の静かなプロペラスクリューや音波吸収材装備などを設置することで、そう、流型よりも静粛性がはるかに高くなっているそうです。また、余裕ができた艦内スペースを利用して、
乗組員居住区に女性用寝室、シャワー室なども整備されました。この他にも情報処理システムC4アイスターが採用され、光ファイバー技術を使用した従来より進化した備品が装備されることになっています。兵装では、人は、知識長魚雷とハープーン追艦ミサイルなどを、発射可能な 533mm、魚雷発射管6門を設置しました。人は、知識長魚雷は、潜水艦用の長魚雷で、2022年2月までには、海自の全潜水艦に装備されることになっています。この人は、知識長魚雷についている音響画像センサーには、敵魚雷の追跡を欺くためのデコイ、おとり魚雷を見破る能力があります。それ以外の性能としては、浅い海域など海中の音響が複雑になって、魚雷センサーが狂い息そのですが、そんな環境でも、確実に標的を捉え、形識別し発射できます。そして、なおかつ、命中率も以前より高くなっているという、優れもの魚雷です。そして、もっとすごいのが、最適なタイミングで起爆できるアクティブ磁気近接起爆装置など、最新テクノロジーを搭載しているので、この人は、知識長魚雷は、まさに、世界トップクラスと言っても大げさではないでしょう。話は変わりますが、お隣の韓国で、潜水艦についてちょっと変わった、違った動きが見られるようです。韓国は、日本と同じく、通常動力型潜水艦しか持っていません。日本のように、非核三原則というのを誇示しているわけでもないようですから、源泉がないのは、予算の問題なのかなと思っていました。ところが、韓国にある通常型潜水艦では、日本には到底かなわないと考えたのか、原子力推進型潜水艦を保有する構想が進められているというのです。原潜の機関部は原子炉です。理論上、原子力推進型潜水艦というのは、補給なしで、半永久的に原子炉が動かせますから、浮上しなくても海中に潜ったまま、潜航したまま活動できるだけではなく、船内生活に必要な電力も自家発電できますし、飲用水として、海水の淡水化なども、艦内でできると見られています。いいことずくめかもしれませんが、まず、第一の問題は建造コストです。原潜の建造には、巨額の費用が必要です。また、敗戦後の処理には、頭を抱えている国が多いことは、有名な事実ですよね。原子炉の後始末というものを原潜にしても、原発にしても、当事者が何も考えていないのではないかと感じられます。そんな問題があっても、韓国は作りたいのでしょうか。海洋進出が強まる中国への対応もあるのか、韓国の軍事力や防衛力は増加傾向にありますが、世論はどうなのでしょうね。さて、日本にも原潜を作るべきだという意見が確かにあります。しかし、政治的問題が解決されたとしても、現状を考えると、原潜がどうしても必要な戦力であるとは言えないのではないかと思うのです。日本の潜水艦戦略というのは、近海で敵艦隊を待ち伏せして攻撃することです。つまり、潜水艦に求められる性能は、静粛性が最優先ということでしょう。しかし、原潜は、原子炉を稼働させてしまったら止めることはできないのです。仮に機関を止めて海底に張り付いていたとしても音は発生します。敵のソナーマンに即発見されること間違いなしです。となると音を敵のソナーに探知され駅原潜に天文学的数字の国家予算を注ぎ込むより、その金を世界各国が進めている
無人潜水艦開発に回した方がいいのではないかという意見が出てきました。ロシア・ウクライナ戦争でも明らかになっているように、戦争において人員不足は深刻な問題です。太平洋戦争時の学徒動員を振り返ればお分かりですよね。だからこそ、人手が多く必要な源泉よりも、無人潜水艦を開発した方が、時間と手間、無論人員も削減できるのではないかと考えます。世界各国では、無人潜水艦が主流になっているのに、巨額経費が必要で、後始末に悩まされる源泉にこだわる必要は、ほとんどないでしょう。日本も世界に倣って、無人潜水艦の開発を進めてほしいと思います。